書き入れ湧いてもします。今回ですけども、ユーザー車検を受けたいと思います。車はこちらで NBOX の JF3、 2回目の車検で購入から5年、自分で車検を受ける方に向けての動画となりまして、点検から予約までの準備と車検場での手続きから検査コースまで一連の流れの解説となります。整備に関しては経験がないとちょっと厳しいと思うので、できないところは修理工場に頼むなりして受けてみるとね、いいと思います。1ヶ月前から受けることができるので、余裕を持ってまずはね、点検から。まずは点検記録簿を用意して項目ごとにチェックをしていきます。重要なところを動画に残したいと思いますが、まずはここパイロットエンドのブーストとなりまして、消耗品なのでいつかは破れてしまうもので、これが破れていると車検は通らないので丁寧に確認。7年から9年目は結構ねやばいと思います。亀裂が入っていても、まあ破れてなければギリギリセーフですが、交換を推奨します。次はここでドライブシャフトブーツ、こんな感じで下回りのブーツは何箇所もあって、これはステアリングラックブーツで、これはスタビライザーリンク、この上下にブーツがついていて、パイロットとこのブーツは結構ね弱めです。切れると厄介ですけど、ローアームのボールジョイントブーツ、この辺も確認。ブーツケアはこんな感じで、これは下回り検査で落ちてもすぐには直せないので、あらかじめ確認は必須です。下回りで錆がひどい箇所は塗装しておきます。特にエンジン周りの整備に規定はないですが、最低限の点検はしていこうと思います。エンジンオイルとエレメント、ブレーキフィルターの交換、あとね、エアクリーナーの交換、車体番号の場所は確認をしておいて、鉄チンホイールにカバーがついている場合は外しておきます。フロントガラスに24ヶ月点検のステッカーが貼ってある場合はこれもね、剥がしてください。ではね、外回りの点検、スモールにロービームにハイビーム、ウインカーにハザードにワイパー、ウォッシャー液、ホーン、後ろに行きまして、スモール、ブレーキランプ、バックランプ、ナンバー等にハイマウント、あとね、ウインカーとハザードということで、こんな感じ。ではインターネットを使って車検をね、予約します。検査を受ける場所で日付を選んで時間で予約、こちらが準備する書類で、車検予約番号と車検証、点検記録簿、自賠責保険証と納税証明書、こちらを準備して車検場に向かいます。ではこちら車検場です。軽自動車の場合は軽自動車検査協会、継続検査の申し込みなのでこちら、書類をもらうのでまずはここ、あとはね、この手順通りで1で書類を作成して自賠責保険に加入します。6番で重量税を納付して、3番で検査料を納付、5番で全ての書類を提出して検査場へ、管轄によって多少変わると思いますが、こんな感じ。ではこの3枚をもらって書類を記入します。車体番号やナンバー、名前、住所、走行距離程度の記載です。記入したら全ての書類をまとめて提出、先ほども解説しましたが、税金や手数料を払って検査コースへ。ではこちら検査コース、並んでいるので前の人を見ておくとちょっとね、勉強になると思います。まずは外観検査、点検の時と同じでスモール、ロービーム、ハイビーム、ウインカー、ハザード、ワイパー、ウォッシャー液、ホーン、まずは順番に操作をして、リア側も同じ、自分でボンネットを開けて検査官が確認、ではね、コースに入ります。まずは排ガス検査、
停止位置で止まってマフラーにプローブを差し込みます。ちょっと分かりにくいですけど、プローブに検査結果に記録。画面には映っていないですけど、マフラーにプローブを入れています。では次、サイドスリップの検査。ハンドルをまっすぐにしてゆっくりと通過。はい、こんな感じで OK です。では次、スピードメーターにヘッドライトにブレーキの検査。画面表示に従い指定場所にね、タイヤを乗せます。最初にスピードメーターのテスト。画面が見えていないですが表示に従います。アクセルを踏んで40キロでパッシング。40キロで止めてパッシング。はい、こんな感じでスピードメーター丸。次にヘッドライトの検査。ちなみに前回の車検では不合格。近くの予備検査場で調整後に合格。あらかじめ調整してもいいし、不合格後に調整しても大丈夫。費用は2000円から4000円程度。はい、こんな感じでヘッドライトが丸です。次にブレーキ検査。指示に従ってフットブレーキと駐車ブレーキを操作します。はい、こんな感じで5項目合格です。では最後に下回り検査。下回りのあらゆる部分を検査官がね、確認をしていきます。先ほど解説したブッシュ系はね、結構落ちるので絶対に確認。ハンドルを回したり揺らしたり、画面の指示に従って操作をしていきます。はい、ということで無事ね、合格です。最後にここで車検証を受け取って終了です。はい、ということでこんな感じ。点検整備ができなければ業者に頼むとして、あとは自分でも簡単にできるので大丈夫だと思います。検査官も事務員さんも丁寧に教えてくれるし、検査コースは少し緊張しますが、これも分からなければ検査官が教えてくれるので大丈夫。今回かかった費用となりますがこんな感じ。自賠責保険料が 17,540 円、重量税が 5,000 円で検査料が 2,200 円、合計で 24,740 円、これプラス整備料となります。はい、こんな感じとなりますのでご参考にしてください。今回の動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。